せーの、ゆりほなチャンネルラジオ。ごきげんよう、ゆりえです。ごきげんよう、ほなみです。ほなみさん、ほなみさん、はい、見ました見ました。普段のあれですか？はい、普段のあれですね。ハッピーバレンタイン。ハッピーバレンタイン。付け足したかのように。これはこの辺ぐらいで。我々的にはこの辺ぐらいで。そうですね。うん。INI フォルダですよ。いやー、後編素晴らしいね。前回ね。うん。放送で、うん。予想したじゃないですか。はいはい。本編が上がった後に。はいはい。予想が上がったっていうやつなんです。はいはい、あれ本当に本編の前に撮ってるんですよ。そう。私たち。そう。ちょっとね、タイミングが遅かったんですけれども、うん、まあ、予想大会して、はいはい。でね、後編を見られたので、うん。今日はそれについて語っていこうじゃないかと。うい！そう、予想的には、うん。結果どうなんだ？ね、うん。ペンパンごめんって感じが、ちょっと。あ、そうだね。そうだね。いや、あとなんだろう、タケルごめんっていう感じもある。そうだね。ね、私ダイソン予想してたからさ。私たちさ、タジにしとけって言ったじゃん、フェンファンに。うん、言ったね。マサヤ男いるってって言ったじゃん。言ったね。だって、マサヤがさ、フェンファンにチョコレートあげるんだもん。そうなんだよ。その時のさ、うん、フェンファンくんのさ、えっていう、うん、マジで驚いた顔がさ、もうなんか、私も同じ顔してたもん。嘘マサヤ声も上げるわ。マサヤ、フェンファンに気づいたのあなたみたいな。遅いよ、マサヤ。遅いのよ、マサヤ。タジに言ってるのよ。そう、なんかね、もうちょっとそういう、なんだ、少女漫画かこれは、みたいな。そう、そんなさ、ちょっとなんか私の中でうずいた。ねえ、なんか本当に。始まったって。あれじゃあ憧れてた先輩は私のこと見てないんだ。そっかって言って、うん、じゃあ幼馴染とくっつくかなと思ったらさ、うん、次回、先輩がまさかの告白みたいなさ。ね、何それっていう。花嫁。でもさ、フェンファンはタジに行ったじゃん。タジに行ったね。タジはさ、うん、若い男選びやがった。いつも可愛い笑顔を見せてくれてみたいな。ねえ。なるほどね。癒しを取るタイプかって感じ。いや、確かに可愛いわ。そう、確かに可愛い、ね、国宝級の美人よ。うん、間違いない。マフィン食べる顔もすごかったもん。何見てるんだろうっていう。うん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 。絵画見てんのかなっていうレベルですごいよね。はい、松田寺院に行きましたけれども、MJ が挙げたのが、たけるくん？うんうんうん。後藤たけるはモテるね。モテるね。でもなんか言われてみれば、たけるくんは確かになんか、愛が深そうというか、そういう感じあるから。見返り。匠。あ、本日の匠ここです。本日の匠。そう。いやー、ほんとそこに愛はあるんかってなったけど。でも確かに、うまかったね、あれもね。うん、で確かにわかるなって思った。うん、優しいしさ。そうそうそう、受け止めてくれそうな感じあるからさ。あと頭の回転早いじゃん。なるほどな、そりゃモテるわなと思いながら見てたよ。だって匠の時面白かったもん。うん、面白かった。匠も面白いんだけど、あのさ、間髪入れずにさ、うん、見返り重視みたいなさ、ね。あとハートランブを受け止めてる。あ、そうそう、うん、シュババババババをうわーって受け止め、まあれは藤巻くんのアシストもすごいと思ったけど。よくわかったなって思ったけど。ね、よくわかったよね。あとアイラブのね、愛を食べるっていう。ラブ食べてくれよって。タケルって佐野くんのこと好きだよね。好きだね。知ってたよ。いや、佐野くんもタケルのこと好きだと思うよ。うん、好きだと思うけど、うん、ちょっと今回はね、すいません、ダイソンって予想しちゃって、ごめんね、ごめんね。そうだよね、それで予想したから期待みたいなもんがやっぱちょっと伝わっちゃったかもしれない。藤巻くんか。なんかさ、私さ、
佐野くんと藤巻くんがそんなに仲いいと思ってなくって、うん、なんかラジオ、うん、ラジオでやっぱその藤巻くんがすごい何でもこうツッコミ拾ってくれるみたいなことを、うん、確かに確かに、まあ言ってて佐野くんが、うんうん、なので一応私前編の方ではちょっと予想してました、うん、ね、言ってたね。あれが、まあ、いわゆる両思いだったね。ね、両思いだったよ。佐野くんと藤巻くんとおめでとうございます。 I love you forever。 あ、でもさ、藤巻くんが最初佐野くんにあげたじゃん。うん、そうだったそうだった。水入ったチョコレートなわけよ。あ、そうだね。あれを食べたじゃん。うん。で、あれを食べた感想、見てた？見てたよ。ほなみちゃん、当てたよね。当てましたね。いや、正直ね、そのたこ焼きって私が言ったのは、うん、あれもう冗談半分だったから、でしょうね。完全に、あ、まあ、そんな話は出てくると思ってなかったから、うん、たこ焼きの味するんやけどって言った瞬間に、嘘って思った。私もこれ、ほなみちゃん言ってたやつじゃんって。まあ、最初ね、タジの、うんうん、マフィンの彩りにたこ焼きを感じたみたいな話をね、うんうん、してたんだけども、まさかそこで、ね、あのね、まさか。藤巻氏が、湯煎の水を入れたチョコレートでたこ焼きの味が出てくるとは。いやー、びっくりした。そっか、たこ焼きの味するもんなんだね、あれね。ね、するんだね。まあね、ちゃんと無事美味しいみたいでね、よかったよね。ね、なんか他のもね、生チョコみたいで美味しいみたいに言ってたりもしたしね。あー、みんなチョコ同じなのにさ、3人、2人か、2人、うん、うん。感想全然違うくない？確かに。っていうか思ったのが、その藤巻くんがさ、うん、まあ湯煎の水こうバシャってやっちゃったチョコレートさ、うん、一番食べることになったのは池崎理人なんだなって思って。確かに確かに。自分はだってレンファンのチームだからさ。確かに。なんか多分一番美味しいグループだと思うんだよ、チョコレートが。そうだね。それ食べられなくて、うん、その藤巻くんがやらかしちゃったチョコレートを一番食べてるのが池崎理人っていうのか。確かに。あー、まあここでもね、両思いがありましたね、その池崎くんと。ありましたね、うん。言っていい？言っとこうか、これは。ちょっと私の声は皆さんの松田仁くんの声で一回変換していただいて。うん、リヒロムやないかい。あ、これどっちなの？リヒロムなの？リヒロムなの？アクセント大事。そう、大事。ちょっとリヒロムって言ってた。ね、リヒロム？なんか、平板に言いたくなっちゃうよね。うん、リヒロムだと思ってた。ごめーん。ごめーん。リヒロムやないかい。リヒロムやないかい。だってツイッターのトレンドに入っててさ、それ入るんだと。みんな使いすぎでしょ。みんな好きすぎでしょ。でもなんか、まあ、みんなが思ってた通りって感じでしたね。ねえ、恥ずかしかった、あれ見てて。なんかね、ちょっとあ、直視できないって思ってさ。そう、あーってなった。私もうなんかさ、手持ち無沙汰になっちゃって洗い物しちゃったよね。もうね、食洗機に入れる前に自分で洗っちゃおうとか言って洗いながら聞いてたよね。もう直視できない。なんか、そう、直視できない。あれはもう恥ずかしくなっちゃう、なんか。そう、恥ずかしかった。ここだろうなって予想してたけどさ、なんかこんな形で、うん、しかも、なんか、時間差でもう一回あるじゃん。あるね、そうだね。両思いだとさ。そうだね。いや、もう、どっちも恥ずかしくて。そうね、ほんとに。あと、リヒトが幸せそうで。あ、そう、ほんとに。ほんとに。お祈りしてんの。めちゃめちゃいい顔してたよ。みんなどうせリヒトだろって思ってる中で、リヒトだけお祈りしてんの。へへへって感じの。因縁みたいになっちゃったって言ってたじゃん、高塚くんが。その赤い、うんうん、赤いやつね、赤いペンで書いたから、うんうん、どうせ照れ隠しでしょ、あれも、うん、でそれをさ、こうすぐなんかいいんだよって言うじゃん。うんうんうん。池崎理人どこに言ってんのって思った。なんかできた彼氏かよっていう、スパダリだ、スパダリ、スパダリじゃん。面白かったのがさ、うん、まあ、西くんが上手いなと思ったの。うん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 。なんか分かっ
ってるのかなって、西くん自身。そうだね。あ、ここで行きそうだなっていうのと、あ、うん、あのなんか世間はにリヒロムで騒いでるじゃないですかみたいな左遷って感じだったけど、ごめんねっていうね、ごめんねって思ったけども、うん、なんかそれも知っててなお、うん、あリヒトに渡したんだなっていうのが、うん、素晴らしいよ。もうね、 MVP だよ今回、ね、役者だよ演出家だよ。だってさ、うん、私はちゃんと見てたよ。西くんさ、あの、リヒトくんにチョコあげるとき耳真っ赤になってたの私見たよ見てたよ西くん、可愛かったよ。あんまりね、ちょっとキャラじゃないというかさ、ね、なんかね、結構ね、ケミとかをさ、ちょっと恥ずかしそうにやるじゃん。そうね、本当にやっぱね、彼はもう、かわいそう、愛おしい。西くん、そこに挑むごめんな、本当に。でも、私たちは好きだよ、西くん。まあ、みんなそう思ってるでしょ。うん、好きだよ。西くんがね、もっとチョコもらうと思ってたくらいじゃないかな。うん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 、ね、ファンの子たちはさ、うんうんうんもっと喜べっていうのも面白かった。そうそうそう俺はもらえなかったんだぞっていうね。そうだってツンデレなんだよ、ちょっとね、そこはね。ね、でもアスカくんツンデレだから。でもなんかその感じも可愛かったけどね、ほんとね、ういういしいカップルかなっていう、ね、あのあとね、大きい口開けてチョコレート食べて ね、うん、あ、ちゃんと口にこうつけて、もう上手、そう、ペロッとっていうのもね、ね、100点、スクショのとこ分かってる、ね、分かってるありがとう、仕事してくれて本当に。いや、だからさ、マンネラインがこんなにもらっててさ、うん、そうだね、お兄ちゃんズがさ全然もらってない長男2人がね、ねえ、ほんと、まあ、意外だったよね。ね、なんか、うん、いつもありがとうでお兄ちゃんに渡すのかと思いきやさ、結構みんな本当に好きな人に渡すって感じのコンセプトでさ、うんうん、なんかもうもらうだろうって思っちゃってる感じはあるよね。まあ確かに、まあなんか日頃他に感謝してるし、うん、示してるから、うんうんうん、今回はいつもと違うメンツっていうのもね、ね、あんのかもしれん、あるのかもしれん。まあリヒロも違うと思うけど、うん、あそこの本気で言った気がするけど、ね、まあ他ね、うん、でもさ、あの木村くんがさ結果もらえなかったわけじゃない、うんうんうん、そうなった時フェンファンがなんかすごい罪悪感に苛まれてる顔しててでもそうだよね、木村くんからもらったもんね、ねー、フェンファンねー、そん時もさ大きなお口で食べてるのがさもう偉すぎてさ、うん、あんまりチョコ得意じゃないんだってね、確か。あ、そうなのだったかな、確か。いやー、フェンファンがね、チョコレートフェンファンだったらチョコ2つ作ってもいいじゃん。そうだね、そしたらタジとマサヤに行ったのに。いや、でもフェンファンはもう後ろは振り返らないんや、うん、かなり今ので揺らいでると思う、だいぶ揺らいでるよ。ああ。たかみくんがもらわないのは、まあ、でも意外っちゃ意外だよね。うん、意外だったけど、でも確かに面白いなって思ってしまった、うん、ずるいんだよ、たくみ最初に散々さ、いや、愛があれば別に何でもいいですとか言っときながらさ、うん、キサでもなんか平和的に終わったよね。そうだね、なんかさ客観的に見たら、そう、こんなにさ、こう、うん、もらえてないメンバーとかもいるのにさ、うん、なんかちゃんと面白いね、よかったねで終わるっていう空気になるのがさ、さすが INI だなって思った、うん、すごいと思った、うんうん、あのどことは言わないけど、うんうん、お、私ほら女性アイドルグループ何個か好きじゃん。はいはい。だいたいバレンタインシーズンテレビでそういう企画やるんだけど、うんうんうん、マジでみんな涙流してるからね泣いてる子たち、泣いてる先輩たちいっぱいいるから、後輩からもらえないみたいなのねいや、なんかそんな雰囲気にならずね、ね、ちょっとあの長男次男があの拗ねるぐらいでね、ちょっと面白い感じに終えられるのさすがだなって思った、うん、あの最後のキムニシ可愛かったね。可愛かったねーって、可愛かった、同じですって可愛かったね。もう僕らはそういう感じでこれから行きますんで、うん、みたいなのね、私あそこが来るのかなって思ったけど、考えてみればなんか渡さなそうだなと思うね。確かにそうだわ。確かにね、言われてみればそう、うん、素晴らしい後編でした。なんか笑いあり涙ありっていうより、笑いあり恥ずかしさ7割ぐらいっていう、ね、みんな本当仲悪くなんないでよ、マジで本当に
このまま行ってくれよ。頼む。なんかね、あんまりこうプレッシャーに感じないでね、のびのびと、うんうんうん、楽しく11人でやってくれたらなって思います。うんうん、終わりますか。うん、じゃあ今日はここまでにしたいと思います。はい、もしコメントなんかございましたら、はい、書き込んでいただければ嬉しいです。はい、またですね、グッドボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。お願いいたします。じゃあ本日はここまで。はい、それじゃあまたね。またね。